はい。こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹ですえ。今日は中学算数基礎講座。中学受験算数基礎講座。えー、っと、これね、回転体ってやつですね。ねまあ、ちょっと2台やっています。直角三角形 ABC を辺 AB を軸に一回転してできる立体について。さあ、これ直角三角形 ABCA。A? B、A C、でそして AB を軸に1回転してできる立体ね、えー、どんな立体ができるかというと AB がここにあって AC がここにあってこういうふうに1回転して戻ってくるとつまり円錐ができるんだね。ね。 高さが1 6ンチ、母線の長さが2 0ンチというね、円錐ができちゃうわけです。それだけのことなんですよ。ね、でその上でさ、立体の体積は何平、何立方センチメートルですかということですね。だから、底面が1 2ンチ、半径1 2ンチの円で高さが1 6ンチの、えー、円錐ですから、えー、底面積 12×12×3.14× 高さ16かける3分の1ねさあじゃあこれ12と3を約分してから12かける4かける16ね48かける16をするとこれがまたえー、っと768ですね768かける3.14まあちょっと目、えー、768かけら3.14ちょっともう私あの <laughs> こう筆差しないでね、えー。計算するとこれね、二千四百十一点五二ね。まあこれね嫌いな人は嫌だと思いますけど、二千約十一点五二立方センチメートル。さあじゃあ表面積出してみましょう。二番、立体の表面積は何平方センチメートルですか。さあ側面積は母線かける底面の半径かける三点一四です。

でそして分配法則使ってまとめると240足す1 4る三3 1 4で足すと384点あける三3 1 4ねでこれもちょっとねえ筆、ー、算やります <laughs> ねえー、1205.761205.76 1 2 0 5 7 6でこれが、えー、直角三角形を一辺を軸としてくるっと回転させた時の円錐の、えー、についての回転体の体積と表面積さあじゃあもう一つねちょっと難しくなります台形 ABCD を辺 CD を軸にして一回転してできる立体についてさあ台形 ABCD ですからこれ平行で垂直なんでねで、えー。CD を軸にして、えー、これ1回転してできる、ね、こういう感じでねなってるわけですさあだからこんな感じの物体になるね表向き円柱なんだけどここの部分がこうなってますから中がくり抜かれたような感じね で、えー、ここが軸ですから3センチ。で、底面の半径がこれ4センチですね。で、高さがこれ6センチ。で、ここ、ここ、円錐がくり抜かれてる感じですね。さあ、体積。まあ、これはまあね、えー、円柱から円錐を引くという感じですね。 4センチ、高さ6く3の3ですさあじゃあちょっとね式書いてみましょう低面積×高さ4 × 4 × 3 1 4 × 6くさあこの円錐の部分ね低面積×高さ ×3 分の1です分の1さあまとめちゃうと 四四十六九十六かける三点一四、足す三と三分の一なくなりますから、えー、引くことのだね。足すじゃないね。引く十六かける三点一あ、これは楽ですね。九十六引く十六かける三点一四は八十かける三点一四ね、えー。これはできそうだ。 えー、三十32113238225。えー、焦点2つですから、251.2立方センチメートル。ねえ、全部こういう計算だったらね、いいんですけどね。<laughs> えー、じゃあ行きましょう。2番。この立体の表面積は何平方センチメートルですかさあ、今度平、えー、表面積です。さあ、これはね、ちょっとね、3つに分けなきゃダメですね。1つは、 えっと、上から見ていくと、このね、円錐の側面にあたるもの。ここはありませんからね。ね、ここは空ですからね。この部分、この側面の部分と、と、円柱として考えた時の側面。そして、この底面ですね。三つに分けて考えなければいけません。さあ、まず、ここの側面のところね。母線が、この5ですね。 母線かける底面の半径 ×π ってことね母線かける底面の半径かける π,、ね、けるける π 5かける4かける× π って言っちゃったね3.1をねさあ2側面積側面積はこの円の周りの長さかける、えー、高さね長方形の縦かける横ですから 縦が6さあここは 8×3.14 です 8×3.146848×3.14 あ,あここもやっておきましょう 5420×3.14 さあそして最後低面積これは一番簡単 4×4×3.14 16×3.14 です。さあ、これ3つまとめましょう。20、48,16,60,70,84だね。全部で 84×3.14 になります。さあ、これ計算すると、263.76。 ここが母線か、ここのね、くり抜かれたところの表面積。母線かける底面の半かける3.1。で、ここは縦かける横、6かける8かける3.1。底面積は4かける4かける3.1。全部で合わせていくと3.14以外、分配法則でまとめると20、48、十6ですから84かける3.1。ということになりますね。これが回転体です。ね。でもね、やり方はいつも同じですからね。ちょっとした見せ方が違うだけです。 いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。